ヨエル・ロメロは、キューバの総合格闘家、レスリング選手。ピナール・デルリオ州、ピナール・デルリオ出身。アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ在住。アメリカントップチーム所属。2000年シドニーオリンピック男子フリースタイル 85kg 級、銀メダリスト。軽量時のロメロ1999年、レスリング世界選手権に出場。決勝戦で1996年。 アトランタオリンピック金メダリストのハジム村ド・マゴメドフに勝利し、男子フリースタイル 85kg 級で優勝を果たした。2000年、シドニーオリンピックに出場。決勝戦でアダム・サイティエフに敗れ、男子フリースタイル 85kg 級で銀メダルを獲得した。2002年、レスリング世界選手権に出場し、男子フリースタイル 84kg 級で、 準優勝を果たした。2004年アテネオリンピックに出場し、男子フリースタイル8 4ラム級の3位、決定戦で敗退した。2005年、レスリング世界選手権に出場し、男子フリースタイル8 4ラム級で、準優勝を果たした。2007年に、ドイツの大会で優勝後キューバに帰国せずにそのまま、ドイツに亡命し、レスリングを続けていた。 2009年12月、ドイツで、プロ総合格闘技デビュー。4戦4勝4個の記録を残す。2011年9月10日、ストライクフォス初参戦となったストライクフォス、バーネット VS、ハリトーノフで、ハファイルカバウカンチと対戦し、パウンドで 1RKO 負け。キャリア初黒星を喫し、首の怪我で2013年の UFC デビューまで、ブランクを作る。 2013年4月20日、UFC 初参戦となった UFC オーン・フォックス7で、クリフォード・スタークスと対戦し、左飛び膝蹴りでダウンを奪いパウンドで1、RKO 勝ち、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年1月15日、UFC ファイトナイト、ロックホルド VS、フィリップで、デレック・ブランソンと対戦。試合を通して、 テイクダウンを一度も奪うことができず、逆に6度のテイクダウンを許すな独占を強いられた、ものの、サガールに、左フックでダウンを奪い、グラウンドでのボディへの肘打ち連打で、逆転の TK を勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。2014年4月19日、UFC オンフォックス11でミドル級ランキング13位の、ブラッド・タバレスと対戦し、終始、テイクダウンを奪い続けて3から0の、 判定勝ち。2014年9月27日、UFC178 でミドル級ランキング6位のティム・ケネディと対戦。2R 終了間際にパンチのクリーンヒットを受けて、ピンチに陥るも、3R 序盤に右フックでダウンを奪い、ふらついたケネディをパンチ連打で追撃して、最後はパウンドで逆転の TK を勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 この試合でロメロニにある終了後のインターバルにて、インターバル終了の音が鳴ってからも余分に椅子に座って休み続けたとして非難を受けたが、実際には UFC のカットマンがロメロの傷口にワセリンを突しすぎたために、レフェリーとコミッショナーがそのワセリンをロメロのセコンドに吹き取るよう指示し、その間ロメロが椅子に座って待つことをレフェリーが許したためである。 2015年6月27日、UFC ファイトナイト、マチダ VS、ロメーロで、ミドル級ランキング4位の元 UFC 世界、ライトヘビー級王者両とマチダと対戦し、グラウンドの肘打ち連打でにある k o 勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年12月12日、UFC194 でミドル級ランキング2位の、ホナウドジャカレーと対戦し、1R に、 カウンターのバックハンドブローでダウンを奪い、にある以降は、接戦を繰り広げて二から一の判定勝ち。二千十六年一月十三日、全米アンチドーピング機関がロメロに競技外、ドーピング検査でアンチドーピング規則違反の可能性を示したことを通知する。二月八日、ロメロが二千十五年十二月十二日のホナウド、ジャカレーとの試合後に摂取したサプリメントが、 うさだによる分析の結果禁止薬物で汚染されたサプリメントであったこと、またサプリメントの成分表示ラベルにその禁止薬物が記載されていなかったことを公表する。3月23日、うさだが出場停止期間を9ヶ月間に短縮する処分を提示するがロメロはそれを拒否して仲裁に提訴した。2016年4月4日、うさだがロメロから 陽性反応が検出されていた禁止薬物がイブタモレンであったこと、また成分表示ラベルにイブタモレンが記載されていなかったこと、独自に同じサプリメントを入手して分析したところ、汚染サプリメントであったことを発表。ウサダとロメロは強引に達し、ロメロに6ヶ月間の出場停止処分が課せられた。ロメロは試合の夜と試合前の検査はパスしており、陽性反応を示した検査は、 試合後に行われた競技外検査であったため試合結果は変更されなかった。2016年11月12日、UFC205 でミドル級ランキング2位の下、UFC 世界ミドル級王者クリス・ワイドマンと対戦。2R まではやや劣勢だったが、3R にワイドマンの仕掛けたタックルにカウンターの飛び膝蹴りを合わせこ勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。 2017年7月8日、UFC213 の UFC、世界ミドル級暫定王座決定戦で、ミドル級ランキング3位のロバート・ウィテカーと対戦。序盤から中盤にかけては、テイクダウンを奪うなど優勢に試合を進めたものの、ややスタミナが切れた中盤以降は打撃をもらう場面が、増え、最終的にウィテカーに巻き返される形となり例から3、3の5はある判定負け。 大座獲得に失敗し、UFC 初黒星となった。破れ走したものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2018年2月11日、UFC221 の UFC、世界ミドル級暫定大座決定戦で、ミドル級ランキング2位のルーク・ロック・ホールドと対戦。ローキックを効かされるものの、時折パンチ連打でプレッシャーをかけ、最後は、左フックでダウンを奪ったところに、 左アッパーで追撃してにある失神小勝ち。この試合は、ロメロが2.7ポンド体重超過したことにより、ロメロのファイトマネーの30%をロックホールドに譲渡し、ロックホールドが勝利した場合にのみ暫定王座のベルトが与えられることとなった。2018年6月9日、UFC225 で UFC 世界ミドル級王者のロバート・ウィテカーと再戦。サガールに、 右フックでダウンを奪い、5アールには、左フックでダウンを奪って、パウンドで、ウィテカーを追い詰める場面があったものの、僅差で1から2の5アール判定負け。この試合は、ロメロが軽量で185.2ポンドと、タイトルマッチのリミットである185ポンドから0.2ポンドの体重浄化をしたことにより、タイトルマッチから、ノンタイトルマッチに変更された。また、この試合は、 ファイトオブザナイトに選ばれたが、軽量オーバーをしたロメロは、ボーナス獲得の権利を剥奪された。しかしロメロは、最初の軽量で1ポンドの体重オーバーをしてから、再軽量まで2時間の猶予が与えられたにもかかわらず、入りの一周コミッションがこれ以上の減量は危険と、判断して、1時間ほどで減量を中止させられたために、残りの0.2ポンドを減量できなかったと不満を、訴えた。 なお、海外の MMA メディアサイトの採点では15人の記者がロメロ勝利を支持し、ドロー支持が8人、ウィテカー勝利を支持したのは5人のみだった。2019年5月、2016年に薬物検査で失格した際に使用していた汚染サプリメントの製造会社を訴えていた民事裁判で裁判所が 製造会社に賠償金2745万ドルをロメロへ支払うよう命じた。ただし、製造会社側が出頭、陳述を一切拒否した中で行われた欠席裁判であり、ロメロ側の言い分が全面的に通る形で出された判決となったため、製造会社が賠償金の支払いに応じるかは定かでない。ロメロはお金の問題じゃないんだ。 全てのことがクリーンに明確になってとても嬉しいよ、とコメントした。2019年8月17日、UFC241 でミドル級ランキング7位のパウル・コスタと対戦。パンチでダウンを奪い合うなどスタンドの攻防で互角の展開を繰り広げ、テイクダウンを奪うなど奮闘したものの、0から3の判定負け。破れ走したものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 海外の MMA メディアサイトの採点で、ロメロ勝利、コスタ勝利を支持した記者が、それぞれ11人になるほどの接戦であった。2020年3月7日、パウロコスタが、左腕の上腕に頭筋を負傷したためアデサンヤからの対戦指名もあり、代役として、UFC248 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで、王者イスラエルアデサンヤに挑戦するも、両者ともに、 手数の少ない展開となり、0から3の5はある判定負け、王座獲得に失敗し、3連敗となった。試合後には、消極的な試合だったことを、ロメロは、彼は走ってばかりだった。あれはチャンピオンではないと、アげさんやは、俺はジムで人形を、スパーリングパートナーにして戦っていたのだろうと互いに、非難しあった。2020年12月4日、UFC から、 リリースされたことが発表された。ランキング上位の選手がリリースされることは非常に稀なケースであるが UFC 代表のダナホワイトは彼は直近5試合のうち4試合も負けている。彼はもう44歳だ。これは彼に限ったことではない。我々は年内までに約60人の選手をリリースすると声明を出した。またロメロはトップ3の選手と対戦したいとして UFC がオファーした、ユライア・ホール、デレック・ブランソン、ジョニー・ウォーカーとの対戦を断っていた。2020年12月14日、ベラトアと複数試合契約を結んだ。2021年5月7日、ベラトア258のベラトア、ライトヘビー級、ワールドグランプリ1回戦で、アンソニー・ジョンソンと対戦予定であったが、4月29日にメディカルテストをクリアできなかったため欠場した。 オリンピックで銀メダルを獲得したレスラーであるが、スタンドの打撃を主体とする試合スタイルで、テイクダウンの成功率も35%前後と、あまり高くない。レスリング出身でありながら、ストライカーにも引けを取らない天性の打撃センスを持ち、やや大振りながら、パワフルで爆発力のあるパンチに加え、飛び膝蹴り、サイドキック、ミドルキック、ローキックなどの多彩な蹴り技を得意としている。 また苦境な肉体を持つ反面、試合中にスタミナが切れたような素振りをすることがあるが、ロバート・ウィテカーやパウロ・コスタとの対戦では、試合終盤のラウンドで挽回して攻勢に転じており、逆転勝利も少なくない。ありがとうございます。